山口人武蔵県の人生大学今日は一人で始めますえ <laughs> えーっと出演者が遅れていたんじゃなくて電車がパンクしたんですよ参ったら <laughs> な,あなかなか来なくてさパンクしてやんのうんそれで武蔵さんね今日ね何で来ないのかなって不思議でね途中の置き手紙があってねなだとメキシコに金を掘りに行くっていうんですよどうします <laughs> 嘘です嘘です,嘘です,嘘ですえっ、ー、と、えー、武蔵様はまあお仕事でちょっと来られませんえー、でも金を掘りに行ったかもしれません <laughs> それがちょっとよくわかりませんが、えー、どうも今日も始まりますよろしくお願いします、えーすでもってね一発のあ志村さんありがとうございます志村さんいつもいつもありがとうございますつからですよねつねつつ、えー、日本で一番短いえ駅目だっけ そうだよな。つ、P でもいいですか。な、なんつうやりきれないんだう。P とかさ、P とかさ。それ舐めてんな。<laughs> すみません。えーと、1月21日配信の人生大学拝見いたしました。ゲストは俳優で画家の庄司哲夫さんと作家の神谷さん。あー、庄司さんの90年代のバイオレンスなヒットビーバップ。 監督の木内克弘さん共演の岸本裕二裕二ね思い出神野さんの女子刑務所からの川柳の紹介どれも興味深いものでしたねもう本当にもう何とも言えないキャスティングですよねあれは <laughs> ちょっとああ電車走ったるよ走ったえー、っとこんな感じですね岸本裕二がね共演でびっくりしたっすね裕二はねなんだっけな こ岸本じゃないってあれじゃないかな岸本雄一の舞台見に行ったような気がするんだけどね。まあいいかそれはまあ私事なんで <laughs> まあそんな感じなんですねとあとは影野さんとはこの帰り飲みました前から武蔵さんの真似をしてました「おじんさんいや武蔵県ですえー、ええー、え 歌はデビルマンが大好きですって、なんかわけのわかんないこと言ってましたけどね。本当だったか知らないけど、俺似てねえ、似てねえ。笑うな笑うな、似て。えー、平泉成さんなら、うまいんですけどね。平泉成さん、わかる?。わかる?。ああ、神社、あのさ、ちょっとセリフ合わせよいつも言われてました、ね。全然。似てない。ちょっとね、平泉成さんだけは自信があります。成さんとはね、ずっとね。 昼ドラねずっとやってたんですよねあのえー、っとどこだっけなあ CBC だチュ、えーブ日本放送というところがありまして名古屋ですねそこでなつ夏き木陽子さんかな夏木陽子さんとのシリーズとあとなんだっけなあの青嶋千景さんお宝塚の大スターだったねなんかと一緒にやった高階格さんとかやった時に

ああちょっとねやっていうの左お茶の萌お茶の萌えってセリフ合わせようなんですよもう、ね、本当に真面目だから <laughs>、ね、本当にね聖さんにはいろいろとまあ楽しい思い出ばっかりですけど何回楽しかったですね CBC またドラマ撮ってくださいお願いします CBC ねドラマ結構面白いですよ CBC のところあのえっ、ー、と龍馬かななんだっ小林正宏さんって方がいるんですけど脚本かな。NHK の単語撮ったまあやってたのよいろいろ でね、元気なのかな小林さんはなんか病気になってあれなんだけどこの年になると病気になる人とさおっちの人が多くてさもうちょっとみんな元気にあの体健康に気をつけてくださいお願いします本当にねえー、とそれで今日のテーマなんですがいい加減にしてほしいですねコロナねみんなに心構えを持って生きてほしいと思いました コロナに散々かき回された2年だもの「ホワイト!」の巻ですえー、どういうことかというとまあ散々っラねをもかき回されすぎてねもうね誰か誰か言ってくんねえのかなだから誰が言うといいんだろうなやっぱビートたけしさんかなやっぱ影響力あるなビートたけしさんあと誰だろうな誰かいると、まあと丸山明宏さんだから宮尾明さんかとか まあ、とにかく影響力のある人がもういい加減にしなさいよもうあの。持病がある人、妊婦の方、高齢の方は本当に気をつけなきゃダメだけど、あの医療従事者の方本当にご苦労様です。でも皆さん、普通の健常者は、風邪よって一言誰か言ってほしいですね,ね。本当に言ってほしいです。お願いします。私じゃ何にも言えませんから。はい。はい、えー、よしょ、じじいちゃあこの間ね、きに来てくれた方ですね。マグさんこんばんこばは、ワンバンコ えー、コロナがますます猛威を振るっていますけど大事なものは感染した人を許す気持ちだと思いますそうなんだこれおかしいんだよね日本人ってもうちょっとおおらかじゃなかったこんなさなんかマスク警察とかさ感染警察みたいなやつばっかだもんな、ね、今な <laughs> でお前がなったらどうすんだよって話なんだよ俺から言わせたらあ私あのおかげさまでえっ、ー、と濃厚接触者 2年で5回目になりました。えー、でも、残念でした。陰性です。えー、2回も検査しました。陰性です。邪魔身。<laughs> 私はかかりません。風邪なんかクソみたいなもん,なんだでもね、本当にね、抵抗力があればかかりませんから、本当に自分で思った両隣、前3人、6人で飲んだんですよ。一番最初の時は、大久保でね、あの、なんていうの、コリアタウンで飲んだ。 で横にね飲んでるなんか息とんぼしちゃったんかほらあのほらチャンネルたちがいいんじゃいっぱい若い子たちがで、ね、その子たちが「あな何とかさな何とかで」その子たちがなんかたまたまその前にいたやつがね「あこの人あれだぞ V シネ好きだ」とか言ってたから女の子たちが「この人出てる人だぞ」って言って「ええ」とか言って息とんぼしちゃうなんか俺を出しに使われてみんなで話したんだけどそしたらそっちまで感染してんのに <laughs> 俺感染せず <laughs> はいどうも。 みんな私のなんか爪の中でも煎じて飲んだ方がうつんないかもしれません多分コロナも嫌がりますねコロナってってね俺たちより全然古い歴史なんですからね考えたらだってさコロナウイルスって別にレトロウイルスで新しいもんじゃないからねただ形がちょっと変化しただけでまあミュータントだからねただの新種であってコロナウイルスはコロナウイルスあるんだからもうねうるせえみんな もう本当にだから俺怒るんだよもうたまにマスクして忘れたりするもうなんだけ何日か前に正常しバーッと混んでるとこレジ並んだんだよたらあやって言ったらこうやってみんこうやってだからよいいじゃんかよまた言っていいじゃんかお前らしてんだからバカってさみんなこうやって見てね変な人だと思われてるんですいつもね丈夫でね私は文句か 文化あっても俺はすすぐ謝るぞ。すいません。<laughs> もうね全然根性ないですからねでもね本当にこのやめてほしいですよねこれあれこれボリュームがあれもし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 聞こえねえぞおおそうだそうだああイヤホンねそれからねしてんのに、ね、聞こえなくてねほら耳が遠くなったのかと思ってね もうね、髪はね、もうだんだん細くなってくるしね、もうじじイになってね、もうなんか目は悪くなってくるし、この耳が遠くなったらびっくりすんだろってしちゃう。<laughs> という感じです。だからね、みんなね、なんか、そのナッシュさんの言うとおりね、うん、コロナはもういってより、風邪何万人ぐらいいるやっぱ2、3万人だんどうせ。普通だよな。なんか、体のなんか、 美樹さんって格闘家の可愛い子いいんだけど美樹さんもなんかさっきフェイスブック見たら何だっけな風邪ひいて何だっけなコロナかと思ったって言ったら全然かただの風邪だったねまた風邪もあるし今そんで端かも流行ってんだよね端かやばいよぼちぼちな大人になってからなんたら大人になってかかるとあとおたふくとかあの辺は無精子症になっちゃうだろ 精子がね、作らんのがいいじゃた。それであとはせやばいだろ精子だって今の今のやつは少ないんだから知ってるすごい少ないんだよお前ら多分俺の半分もねえよいやマジだよ俺本当に恥ずかしいぐらい多いんだからじゃあこの話しようかなあ、えー、うちのがね,前,前,ね前の奥さんの時ね私ね恥ずかしい話なんですけどね えーまあ、ちょっと那須さんちょっと後でね後でちゃんと話しますからえっ、ーと,えー、と今ブースからリクエストがあったんでぜひ私の精死の話をしたいと思います。えーえー、とまあはしかとかそういうのになるとおたふくとかなると無精子症になっちゃいます。なってしまいますが私はあの何だっけな辻つのたおた田岡さん婦人科かなあるんですよ。そこ村山田産婦人科か忘れてたけどそこで、まあ まあ、子供ができなかったんで,で調べたわけですよどっちが原因だと。<laughs> まあまあ婦人科だからね奥さん調べるね、まあ、奥さんはね、俺,しまあ、俺も調べてくださいって,ってもう出すよね提出するよね。変な個室に入れてエロ本が23冊置いてあって「<laughs> 無理だよ」ってこれ無理ですよ。だから やだよここで出したみたい俺が出したのバレちゃうじゃんれ <laughs> あれでもやってることなんだけどまあ別に自然の行為なんですけどだけどそれをね看護師さんとか見てさなんかこれこんな変な入れ物持っていくわけやでそ、ね、っちですって言われてこちらですって看護師さんがあんなしてくれるわけじゃん行ったらさ看護師さんと目が合うわけじゃん。やだよやっぱ恥ずかしいよねなんかその看護師さんに侵された気分になっちゃって。<laughs> そしたらもう「あんたいい加減にしなさいあの先生うちに帰っていいですか?」ってその代わりうち帰ったら「すぐ持ってきてくれ」ってから「恥ずかしいなんかね持ってきましたよ」でそれでまあ調べましたえっ、ー、と、えー、何日か後に行ったんですよね夫婦で行ったんですよで「俺の顔見るなり医者俺に間やりましたか?」って 洗ったんだよ、笑ってるから、ちょっと拭きそうだからなん,か俺に言うなんですか俺に原因あるんですか?」って山口さん「山口さんは多分またいでもできますよ」<laughs> って言われました。<laughs> えな何ですか?」なん何ですか?」それってあの奥さん奥様はちょ,ちょっと原因があるんでちょっとあの精密検査しないとわからないんでもう一回検査、えー、あのしますけど予定立てますが山口さんは、何ですか、どのお少ないんですか?」ってのすごく、 あの活発なあのお子様たちでご子孫たちで、えー、と数で言いますとだ体7 8 0 0万個一獅にいるらしいんですよ。で,で俺はどんぐらいいたんですかってあ,あのですねあ山口さんまたいでもできるって言ったのはなんとね1億8千万以上いたんですよって言うてほら超恥ずかしかったなんか。 うぜえ <laughs> いや本当ね一0 0 0万いてだからそれが30万30ぐらいだから30ぐらいか多分半分になっててもまあ今の普通の 1cc7,000 万か8,000万というのをお前たちに平均の今の子たちってその半分しかないんだって俺はその半分だとその1億8,000万かの半分だとしたって全然9,000近いじゃん8 0 0じゃお前らより多いってことなんだよまあ そんななくだらない話でした <laughs> 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 すいません本当にいやでもこれ本当の話だよで笑えるぐらい本当に本当の話なんですよ。というわけでなしてさん本当にねこれねコロナねもう一人一人がね努力しなきゃダメですよ。もうねコロナっていうのはかかるもんだしかかって見えないもんに、まあ、最低限のなんつうのあれ手洗いうがい えっと、人ととの接触は防い,だほうがいいと思いが思ます本当にそれはねえ私もあの知り合いもが亡くなったり何人か亡くなったんですよ。でもやっぱりねみんなね心臓に持病があったりな高齢であったりお母、まあ、さんの場合はねえがんの闘病中だったしやっぱり抗がん剤やってると体力がものすごく弱っちゃうからそういうあと志村けんさんは俺はそんなに。 何度か会ったことしかないですけど志村けんさんの場合はタバコをやめてた,たらしいんだけどやっぱり最低10年経たないとタバコもね肺に残っちゃって障害が残るっていうからうん何ともやっぱりね死んだ方は死んだ方は理由があるんですよみんな持病があったり何かの闘病中だとかいろんなみんなあるわけですよ。ででも一番いいけなななのはコロナで仕事がなくなって 自殺するさせる私は国が一番いけないんじゃないかなと思うんですよ国お,国おかしいでしょだって女性金だ女性金でんだかんだ言ってるの金するだ日本銀行でするだけでいいのにだって日本って国債で国が買い取って借金でき出るたんびにすってまた国債で国が買い取ってその買い取った国債どこ行くかってった日本銀行が買い取るんだから変な仕組みなんだよ本当にだから何にも気にせずに 日本の円は安心だ安心だって世界中が買ってんだから安心させときゃいいんだよもうそれですっちゃえばいいんだよもうとそんで吸ってすってすりまくってみんなに金配れ政治家ばっかり金儲けようとすんじゃねえバカと思いますすいませんあまりにも政治家がねバカすぎてね見てやるぞねも,うもうもう俺本当に国会に行きたい 選挙出たいぐらい、ら本当に国会議員になりたいけどもあんな汚ねえやつらにはなりたくねえから議員にはなりません。だってさみんななんか金を儲けるために議員やってるみたいだね本当にだからもうこういうねナッシュさんみたいなねこうやってねメッセージくれてね大事なの感染した人を許す気持ちだと思いますうんそういうねおおらかな気持ち優しい気持ちね だから人に優しく、ね、自分に厳しくそうなんですよ先週のテーマじゃないけどあと大事なのね感染した人をね許す気持ちだと思うこれもねちょっと私から言わせるとちょっと違うんですよ許す許さないじゃないと思うんですよ。ああかかったのそうかじゃあみんなで気をつけようみんなうつように気をつけようでも何かやってあげることあったらやろうぜっていうなんてつうのかな人情の気持ちですか。っていうのがプラスされれば。 さんじゃないですかって、ね、いうかもっとねうーん大和魂ってどこ行っちゃったんだろうなお前らちゃんと覚えとけ大和魂って大和魂って大和魂って大切なんだぞ義理人情、ね、昔はそれだったんだよヤクザはヤクザも不良はそれだからかっこよかったんだだけど今今の不良は金だけだろ金ばっかだろ義理人情の人もいるけど 少なくなったから市民が不必要としちゃったからこんなになっちゃったんだよ。だからね原点回帰になってね政治家もヤクザも皆さん原点回帰してくださいいお願しします原点回帰して芸能界もそうなんかねみんなねもうねなんでこの「自分さえ良ければ」ってね俺もみんなそうだと思うんだよ自分さえやけど自分がよく,くなったら人を助けてあげようってね最近私そういう風によく思うんですよ。 今は自分がダメだからどうしようもないんですけどまあちょこちょこなんかできるようになったらやろうと思うんですけど何をするかですよね人を助ける人を許す人を助けるそういう本当になしさのおおらかな気持ちって大切だと思いますそれをねうん何と難しいな当てつけがましくなんていうのえー、っとかりやすく なんか軍で気取ってとかそんなふうに思われないなんかやり方ってなんか日本人だからこそあるんじゃないかなと思うんだよ、ね、黙ってやる黙ってボランティア行くじゃんうんもう本当にだ変売名行為でやってる人もいるけど売名行為でもいいと思うんだ俺、うん、杉涼太郎さんなんかすげえよなあの慰問やってんじゃんで刑務所の慰いっぱい回ってんだよで回って回っていろんなボランティアいっぱいやってんので ななんんでそんなにやるんですか?」って聞いたら「もう売名行為だよ」ってはっきり言うもんね <laughs> でもすげえよなあそこまで金持ってるとで何億だっけ ?5 億とか6億自腹で使ってんだぜしねえんだよあの人昔俺昔ダッキーやったんだよすごいダッキーやったよだって俺だってまだあのスタントもやってるからよ からからあの信吾取物町か何かで絡んだんだよ、絡めて俺まだスタン頭まだ切られ役だったわけや、まだスタント頭下手だったから、新人の頃、で、「えい、ー、やーっと切りがかかって言ったらよ、てめえ、チケんだよ、この野郎とか言って、バチンとか言って頭を自転で殴られてよ、で頭きて俺が殴りかかったんだよ、関係ねえ、てめ下も関係ねえって俺も入ったばっかだからよ、ま、だ入ったばっ関係ないこと言ってたら、さんっあの去年の先輩に止められて。 ダメだひとしダメだこれやろはって言われてその頃ろひとしだったからね本名だったからひとしだめだってえっておっしゃっててめえもなら殺そうならって言ってでそれからね信五取り物と一回も呼んでくれなかった <laughs> ということがありましたすみません杉さんあの時は私ですすみません <laughs> ということになって杉さんでも今はすごいと思います立派な私はもう本当に、えー、使ってくださいよろしくお願いします <laughs> てな感じで杉さんにはそういう思い出があります。 いろんな失態の思い出はいっぱいありすぎてもう言えません <laughs>。そうですね、あと何かあるかな、あとはね、おおらかな気持ちなしさん頑張ろうね。ほんと、またなしさんも遊び来てください。志村さんも遊び来てよ、一回。よかったら。えっ、ー、と、じゃあこれで、Facebook の方で聞いてみましょうか。なんだっけ。なんだっけ、あれ。えー、のこの今日のテーマのこと。これね、たまちゃんって書いだろ、これ。この子。書いじゃん。たまちゃん出しちゃった。 たまちゃんってねちゃんってね、ちゃんってねあの空手のね関東かなんかのねチャンピオンでなんかこの中に恵方巻き食べてねなんなんだこの人本ほんとにこれちょっと挨拶ですねたま <laughs> <laughs> ちゃん出しちゃったと <laughs> <laughs> いうことで本ほんとにねかわいい,かわいい美人でね16歳ぐらいのガラスっていうんでね、まあ、こんなバカ話で、えー、あ夏目地奈さん えー、京都でバッタリ会った方ですね。で今日ねそういえば今日すごい面白いことがあったんだそういえばああそみんなに言わなきゃ人間の体から人間の体から音がしてるの初めて見た知ってるみんな慌てるとさ何んうのなんか人待ってたりして来ないとそわそわすんじゃんそういう擬音があるんじゃん漫画とかで、ね、あの音がしてる人がいたんだなんていうのかなこうやってね なんかやってて、ね、なんかほら寿司屋でねガーっとほら来るじゃん、来るくん回ってくんじゃん回ってきたら、ね、そこなんかね引っ張ろうと思ったらあれ取ればいいんじゃないかな、取ればいいんじゃないかなグッてやったらガラガチャガラガラってガラガチャガラって詰まってたガーって、うわーっていろんなも怒ってきたら怒ってきたら、たらその人の体からあたふたって音がしてマジに、すげえあたふた、あたふたもうすごい落ち着き払って、こうやってあ、ね、あっ、あの、ああ、だから一生懸命言ってんだけど あたふたしか聞こえなかった。まあそんな感じですので。本当に。私はそのあの不思議を生みした人間のええバ、ー、ラしてしまいました。えー、と、それで正代誕生日おめでとうございます。近藤正代の今日は誕生日です。何回目か知らないけど、この正代写真俺にくれるの？ありがたいんだけどの、あのスノーで加工するのやめてくれ。俺は加工が大嫌いなんだ <laughs> えっ。えー、っとえと。この今日のテーマのコメント。 一人ずつ読み上げていきたいと思います。ねえー、厚江川正さま、ずばりおっしゃる通りだと思います。うん、れしいけど、なんかいいえ、<laughs> なんか正さん言ってください。大西健二さん、兄、自分も去年心不全で入院して、 まだコロナワクチン一回も注射打ってませんがもうそりゃね大臣さんない近くがあの穴掘ってあのストローこうやってやってこうやって息吸ってそこでしばらく生きてなさいうん出てきちゃダメだ <laughs> 嘘嘘。でもああそうか薬のねこれ持病がある人は心不全か大変、ね、心臓ばっかなあ俺がほら神の手だったらね 手術してあげるんだけど、無理ですから。<laughs> へそうなんだお兄さん心不全で入院してえー、と飲みに行っちゃいけません繁華街に行っちゃいけませんえっ、ー、と最低限のことを気をつけてください手洗いいは必ずしてくださいカーペットねだからもうちょっとしてあとは医者の指示を仰いで打てるものなら打ってくださいはいえー、と次 そう次で変な声出そうかあの数字の3で変な声出すみたいに <laughs> 何かあったやつそんなの次えっ、ー、と夏川蘭さん蘭ちゃんえっ、ー、と接客業して商売してかき回されまくりでしたが今は安定ですけどヘルパーなのでクラスターにならないよう注意していますあそうなんだ今 コメントきただ、えー、ちょっと待ってね <laughs> えとゆびゆびさんから太ったそうちょっとあとで読みます太ったそうですブー,デーです、ね、ブーで <laughs> えーとランちゃんでもヘルパーやって何や、ね、な何えっラーメン屋さんやってたんじゃなかったっけあれあそうだやめたああそうかせっかくかお店やってたよねああ、えー、大阪の女優さんですねこの方はね 女優さんで修行中ですね。まあ、早く共演したいもんです。えー、クラスターそうか。ヘルパーやってんですか？今ヘルパーって何？知ってる？ヘルパーってなんだっけ？あのえっ、ー、と在い。あの家に行って訪問してなんかしたりするの？ああ、そういうのかあ,あ。そうかあ。それをね。私もねかっこよく行こうかと思ってたんですよ。ちょっとね。覚えようかと思って。まあ副業としてね。 何かいい服用あったら教えてください。よろしくお願いします。えー、三つ指ついて、あ、こう、アコジェブか。<laughs> ブヒ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 。よろしくお願いします。えー、それより誰か映画撮りたいんで、これください。<laughs> こんな感じで、次です。えー、森田友さん。今でも出勤、買い物、用事以外は、無用不要不急の外出自粛。中。 状況を判断しながら友達も会うのもお断りしています。なんだか寂しい。どうでしてストレス発散したい森田さんですああそうか森田さんのためには字幕作んなきゃいけないんだけどなかなかないんですよね。あの字幕でさ LINE だと出るじゃん。うん喋ると。あの字幕とかこれできないのかなここに。 そうだ忘れてごめんなさい森田さんごめんねあとで見てみてこれできなかったっけあの LINE のツールでできたような気がするそれで放送でもまた、あ、できないもんなうーんちょっとねもう今ねあのブースでなんかね一生懸命ね調べてくれてますからね森田さんね聞こえないからね YouTube で字幕出せますだあやってくれよ頼むわそれあ森田さん聞こえないであの家族の方に聞いてください えっと、YouTube で、あ、設定で,で出せるそうです。YouTube。えっ、ー、と、よろしくお願いします。あの、家族の方に聞いてください。えー、森田つとさん。森田つとムさん。YouTube で、設定でできるそうです。よろしくお願いします。えっ、ー、と、 ええと、森田さんは、森田さんは。ということで、そういうことなんで、えー、それから、えー、ゆっくり発散してください。まあ、あとは、軽い運動しましょうね、ちゃんとね。運動しましょうよ。運動してやんないと、ダメよ。こんな64のじじでも元気なんだから、馬力んだぜ。うちね、うるさいねんで。えっ、ー、と、次ですね。えー、ゆみ,ゆみさん。んさん。 いゃね、コロナのおうちで丸々と太っちゃったよブーマックスだよとあベイマックスね <laughs> ブーマックスだそうですえー、とそれで私がブーデと言ったらすぐにまた追いメッセージが来まして「配信でブーデってひどくない?」ってひどくありませんブーデになってはいけないのですあんたさんねえあやっぱね,ね元がねいい人はねたるんじゃいけませんですダメです どんな方でもね油断しちゃいけません。見てください。はい、油断しません。油断しません。まあ <laughs> ね、昔ね、やったね。なんだっけ。昔やるロビクスってあったよね。じゃねえか。エアロビックリチン大だってあったんですよ。もうやりいて、しょっちゅうやりて。で、ね、次のあれです。えっ、ー、と、な、え、ん、ー、だろう、次、えー。えっ、ー、と、なんだ。ええサトシウシバ。ビンダ・だ、ン・ウシバン・元ジャックの、えー、怖いです、これ。 ン名古屋に住んでる牛場。瓶の奥さんの前の奥さんの何、えー、だっけあの子なんてい名前だっけ、えー、と俺のところに親戚来たよな。なんでこの子こんな可愛く来てんだっつったら「あうちの嫁の前の前の嫁の妹です」とか言ってた本当はそっちがいい」と「俺ふざけた男だなお前!」まあうちうちの話ではすみません。と、えー、ということで兄貴 えーと離れて住んでる娘が陽性でした <laughs> ああ聞いてきた娘さんがね陽性になっちゃったね、えー、玄関先に食料だけ届けましたまあまあそうやって協力し合いながら、まあ、家族とかねみんな仲間とか助け合って生きていきましょう,もう助け合うしかないですからねうん人なんて本当にうまいこと言ったけど、えー、人と人は支え合って生きてんだってこう倒れたらどうすんだろうね <laughs> あ人はね、嘘ですよ。両足広げて、一人でこうやって立ってて、みんな並べばいいんじゃそしたらみんな、腹らこうって、動かないでしょ。こう,やってこうやってやるとね、倒れちゃうからな。<laughs> ダメですよで。倒れてこうやって入れ違うじゃん。入れ違っちゃうと、入りになっちゃうあ <laughs> <laughs>、はい、すみません。ほんと、くだらないことばっかり言って、すみません。え次は何でしょうか。ええーっと、誰だこれだ。あ、ジョージさん。ジョージ渡辺さん。どうも、お久しぶりです。 っていうか毎日フェイスブックを見てます。ありがとうございます。山口仁さん、お疲れ様です。自分は基礎疾患持病持ちで障害もありますが打たないの。ワクチン打たないんだって。うんまあ、それは本人の,あの好きですから、もうどうぞ。ねまあ それはもう、いいと悪いとはないから、俺も。ワクチン打たないなら打たないぞ、そなんか、そういう場ね、そういう考えもあるだろうし。でも、ちょっとあの、俺が打った後に聞いて、聞いてビビったのは、えっと、ファイザーの会長、モデルナの会長、2人とも打ってねえんだよ <laughs> で、えー、っと、ファイザーの会長に関しては、自分の持ち株の50,60%ぐらいを、 えっと売ったんだよなふざけてねえか大儲けしてんだよなあまた来ましたえ、はい、っすだろういしお初めてちょ,ちょっと待ってねえー、っとジョージさんちょっと待ってねお嬉しいね初めての投稿をしますいつも楽しく拝見させていただいあ見させていただいています今まで素敵な危ない <laughs> 素敵な危ないゲストの方々が 一蔵に返してスペシャル東京の東京枠を広げてみたいです。下町の表の健康より<え>生で読んでほしいです。これ武蔵さんがいたら、じいさん生ですか <laughs> っ,てっ,てって言って、<laughs> もう仕事で過ぎ武蔵さん。えー、っと、えー、下町の表の 健康より生でで読んほしいですわ <laughs> かったわかりました絶対、はああやっぱりじいさん生が一番ですって <laughs> もうねわかりました受けちゃうなということで次いきますえー、どうしたっけこれちょっと待ってね活躍するんねんこア iPad ねこれね ありがとうございます。こ本当にアイパッド、なんで、これ、ミニ。一番新しいやつ、ね。えっ、ー、と、ペンシルもついてね。<laughs> え、なんでも、おしがりなんだ、これ。な。使ったことなんだよ。<laughs> これ、充電式だってし、しこ,こに置いといずっと話したんだよ。使おうと、使おう、なんで使わないんじゃんと思ったら。えー、ペンシルを充電してくださいと出てきたの。え、これ、充電するの、そうやって、知らなくて、こうやって、こうって言ったら、パチャっと口、ここに。 だとおーと思って一ヶ月後ぐらいに死んでました <laughs>。すみません。恥ずかしいもうパンツのシミみたいな男です <laughs>。笑うところですよ。あれ？ここ笑うところです <laughs>。すみません。言っちゃ俺が恥ずかしいんでやめてくれますか <laughs>。えっとそんな感じでセーとジョージさん行きます。ジョージさん。ジョージさんえっとねその疾患疾患気症疾患 えー、障害もありますそれは俺もありますよ別に障害2種2級だし、えー、持病もあるしだからってうん打たないっていうのはおかしいと思います打たないっていう意思だったらいいです別に打たないっていう気持ちだったらね別に全然人それぞれだからいいと思いますが 何かがあるからとそれ難しいところですねこれもまあ俺が言っちゃいけないのかなでも渡辺はそう思います私はこれも持病ありますよ脳出血の後遺症もあるしいっぱいありますよ10年前こんなだったんですからね喋れらなかったんですから言語障害だったんですから本当にどんだけまあまあそんなことはまあ自分のことはどうでもいいんですけどまあそうやって人は大変なことはいっぱいありますよ大変なことはいっぱいあるし もうね、言ってたら切りねえからそんなの何にも言えないで笑って、えー、男へ行きましょうはい、ね、え障害の障害の,障害の手帳に返してくれたもんね腹立つわ障害手帳ね障害手帳いつもねジーパンのポケットね入れてねこの余談ですけど笑っちゃうのよ洗濯 <laughs> なんで俺紙だったんだよね 髪をねうわっとと思って干そうとすんじゃジーパンを干そうとしたらパンパンとはたくとえっと思ってこの茶色このねこれケースなんですけどこれが飛んでくるわけよえっと思ってそしたらパッと洗濯機の中見たら紙だらけなわけよ大変なんですからこれでね今ねなんとね知ってますか手帳がね紙の部分がね紙の部分があるんですけど 紙の部分は紙の部分なんだけどそれはまた別で持ってて今はねこういうねほらこれこれ,これプラスチックになったんですよ。ねいいでしょうこれただの自慢ですよだからこれで洗濯しても、えー、と大丈夫になりましたってまあ、変な自慢です、はい、だからねもう本当にねティッシュ爆弾と言われるぐらい私はねティッシュやらねいろんなものをね、えー、ポケットに入れて洗濯してしまう人なんです、まあ、本当に余談でしたすいませんくだられない話です、ね。 えーそんな感じですねえっと次は何だろうジョージさんかすみませんねえ早いだもう四十分なんか今日調子いいんですよねなんていうんですかね今日あんまりね腹が立ったんでちょっと言いたいこといっぱいあったんでまあスッキリしてっかなあと人の体からあたふたと音がするのを聞いたしね今日はね本当に面白かったですよみんなに見せてあげたかったですね 動画でも撮っとけばよかったかな。ねえ。まあ、そんな感じですね。えー、っと、ポケモン GO はみんなやってますか <laughs> やってないこうか。俺もやろうかな、ポケモン GO。もちょっと古いけどね。あれやってる、ね、動物は。熱森は。やってない大学生やってるな。えー、熱盛、面白いんです。でもね、私はいまいち、いまいちやったな。えー、っと、じゃあなんだ ええジョージさんさっきの続き俺今の気持ちを投稿しよう違うだろうっつうでも結構あのなんだかんで言って私、けあの,なんだっけあのインスタだっけ今フェイスブックは人気ないじゃんフェイスブックは結構多いんだけどインスタに変えてんだけど、はい、10分前だった。早いな今日,今日は楽しいな イン,インスタとあと何だっけ ?SNS 人気あんの。インスタ、TikTok? あとはなんかあんの、ね、や。なんとかもう一個あるんじゃん。なんか人気あんの。あの、マリオカードとかね、任天堂のね、あのチャットはね、やばいんだよ。あ、一年ライブか。あと、ビコライブもあるもんな。あ,あ、そうそうビコライブやってるよ、あの、なんか、大阪の社長知ってるよ。若いんだよ、すごい。若くてかっこいいの。 30枚、30ぐらいじゃないの、いか30枚だ、たまあそんなくだらない話は、こっちに置いといて。えっ、ー、と、なんだっけ、さっきの。途中でやめたら悪いからな。えっ、ー、と、あっ、さっきのね、これこれ。はい。えー、誰だっけ、さっき、ジョージさんか、ジョージ渡辺さん。そう、だからね、基礎疾患ってね、難しいんですよ、ほんとにね。 ね、ちょっとねやらないとねまあ障害とかあるとねやっぱりね,ねやっぱりまあ障害あ私はないって心の中で思ってますからないし関係ないしと思って、ね、全然普通に動いてるしも、まあただ足はちょっと悪いのはまあまあこれはしょうがないなと思ってまあ,あの自己主張して、ね、なんだよんかか仕返しになってるような気分ですね今まであの乱雑に扱ってきたから。 なんかそんなこと言われたような気がするさっきの佳境、ね。えー、っと確かに高齢者や若い方でも免疫力が低下持病を持ちの方は気をつけなければなりませんが幼い幼児5歳から小学校小学生中学生高校生大学生50歳未満の健康な方は 必要ないと思ってますその通りですよ、まあ、だからもうその辺は必要はあるかないかはもう本人次第でそれはいいんじゃないですか最近ね知り合いはコロナで死んだ死んだのではなくワクチンで4人いってしまいました、えー、ワクチンで行った人は俺の周りいないいないた今んところこっちは平和ですねいないですね、えー、だからあの5歳から小学校小中高校のその成人なら50歳ぐらいの方は 健康な方は必要ないと思う。それは必要ないです。な,ないとは分からない。俺には分からない。打ちたければ打っちゃいいし、持病がある方は本当に気をつけてください。妊婦の方、高齢の方は気をつけてください。だからちょ、ジョージさんあの、ごめんね。決めつけない方がいいと思う。うん、だから、その、決めつけないで、ここからこい必要ないじゃなくて、やりたい人はやればいい。や,やらない人はやらないでいい。それは 本人の好きだからなんつうの大人なんだから、まあ、自由モードでいきましょう自由モードでねそれでいこうと思います自分は反対派ですがうんその反対の気持ちは分かんだよないろいろなでもどの情報が正しいのかうんまあ俺も、まあ、社会のロビストとして思うんだけどちょっと今嘘を言いましたちょっとわのとこっす <laughs> ロビストいろいろね調べてるけど どれが正しい情報なんだろうなわかんねえもんな、YouTube は反乱してるしよ。確かな情報って、だから日本のニュースって俺ほとんど見ないんだけど、BBC とんだっけ、あの、なんだ、BBC とんだっけ、ABC、BBC、んだっけ、あと、あと、イギリスの、あと、アルジャジーラを見るんだどよく。あっちだと結構、言ってることきついよな。 だから難しいんだよね、こればっかりはね。なんと見えん、うーん。未来コロナで、えー、ワクチンで4人も行っちゃったの、うん。それはそれでまたあれだよな。ワクチンなんて今こんな緊急承認であって、あんなの、本来だったら絶対承認できる期間ではないもんな、これ。うん、実験だから、もろもっとも少ねえし。ああ、そうかそうか、忘れてた。 もうちょっと待って、ちょっとあと2、3分、1、2分で終わる、この、この、ジョージさんだけちゃんとね、言ってあげないとい、そんな感じなんですね、だから、自分は反対派で、心配で打ちたい方は良いと思いますが、そう、その通りなんですよ。自分の投稿はそんなワクチンの危険性ばかり投稿していますから、皆,皆様には嫌われてスルーされています。死い扱いそんなことはないよ。 人それぞれみんな考えています、考え違いますから仕方ないでしょうけど、だそうなんですよ、その通りなんですよ。だからね、あんまりね、とそういうのやめた方がいいともわかんないやめた方がいいと思う、俺は。だって別にさ、ことは自由なんだから、死ぬのが死にまえが、てめえの命なんだから、やるのは自分なんだから、自分の判断なんだから、もう大人なんですか大人モードでいきましょう、自由モード。ジョイさん、あんまりそこまで言うことないよ。だから、岸が扱いにもするつもりもねえれは本人知ってるから。 わかるけど、ただこんなこと言いに行ってもうめんどくせえもん敵作ったって敵作ったら徹底的にやってやろうじゃねえかって話になっちゃうから敵は作んないでもうはいはいそうですねそうですねって言ってね、い,いあとはもう自由モード、本当にねあとは腹で割って話せる人間とだけちゃんと話せばいいんだよねジョージさんそういうことうんで富田里子さん不要不急ですが離れて暮らしている娘と息子に会いたいですが看護師なので 2年会ってません。じんさんも気をつけて。ありこさん、看護師さんなんだ。あー。でも本当にありがとうございます。本当にみんなのために本当に早く収まるといいですね。本当にありがとうございます。あ,あ、そうなんですか。早く会るといいですね。はい、えー、っと。おす、えー、夏目夏目千夏さん、じんさんこんにちは。コロナは本当に大変です。 この大変です、えー、逆にコロナで今まで分からなかったところや気づかされたことってありますか、えー、人の優しさですあと人の嫌なところバカなところ、うん、この両極端にすごいところは分かりましたはい、えー。じゃあ次映画紹介いきたいと思いますどうぞお願いしますはいこんばんははいはいはいこんばんははい嫌いなものはハイボールに入っているレモンはい。 山口人の次男坊志蔵ですはい今回も映画についてまあ語らせていただきたいと思いますはいでそんなこんないつ,つはい今回紹介する映画ははいロアーはいロアーですなんじゃそりゃって感じかもしれないですけどロアーですはいまあこの映画はどこの映画はどういう映画かというとはいまあ至ってシンプルなあらすじです まあ要するにアフリカでたくさんの動物を飼育している、まあ、動物学者とその一家が織り出す、まあ、一悶着というか騒動みたいなそういうい話です、まあ、それだけだとなんだただの動物,も動物アニマルものかって感じですけどこの映画を監督した、まあ、ノエル・マーシャルという人がいる人なんですけど その人は、まあ、も、まあ元々監督じゃなくて映画の制作者で,でその人、当時、あれだったんですよね、なんていうのかな当時エクソシストあの、ホラー映画のエクソシスト、その制作に関わったことで当時、巨万の富を得ていた人なんです、でこの資金を元手にまた新しい映画を作りたいということになってで、そのノエル・マーシェル監督。 その当時、アフリカへと旅行を行った経験があってそれに着想を得て動物を出す映画を作りたいっていうそういう思惑を持ったんですよね、思惑って変だなんだから、構想を持ったんですよね、で当時、先ほども言ったようにそのエクソシストで巨万の富を得ていたんであろうことか、ノエル・マーシャル監督が映画の撮影のために。 そのライオンやトラ、チーターなどさまざまな猛獣をおよそ150頭、金で買っちゃったんですよね、そう150頭もの動物を買って、で、ろくな,なんかそういうい撮影向けの調教とか一切しないで、それをそのまま映画へと出した映画へと出してしまった、だからそのこの「ロアー」って映画で描かれる映画はほぼほぼほとんど調教されていない動物たち、ライオン、トラ、 チーター、ゾウ、そんないろんな動物たちがその役者を相手にそのその,のあまりにも自然体の演技をしてしまう。だからなんていうのかな、ある意味なんか安全も減ったくれもなくてすごいんですよね。だからその映画を見るとほとんどまあ映画の内容のほとんどは役者がその本物の猛獣たちを相手に翻弄されている映画、およそ100分ぐらい延々と続く。 あまりなんかある意味いろんな意味で現代では絶対にない,よいませんえーとちょっとね私が喋りすぎちゃってるとあの,あの映画の紹介ちょっと来週続きやりますんですみませんえーとそんな感じでえーと皆さんありがとうございますいろんなねくれてね本当にねえっ、ー、ともっともっとくれほんとねメッセージいっぱいくれるとねいっぱい話すことあってねまあおしゃべりな俺としては嬉しいもうねやっぱりねこのコロナをねえっ、ー、と見据えながらきちんと見ておお あ、すみません。今、シギが急に喋り出しました。ごめんごめん。めんすみませんが、それはできません。あ、できませんいや。ありがとうございました。もう番組なんで、はい、すみません。そんな感じですね。コロナに負けずに、みんなで優しさを保って頑張りましょう。本当によろしくお願いします。じゃな、また来週、皆さん早く帰ってきて。